マリー・バナンは、スコットランド・ノース・ラナークシャー・エアドリー出身の、同国代表サッカー選手。シェフィールド・ウェンズデ FC に所属する。ポジションはミッドフィールダー。長短のパスでゲームを組み立てる、左利きのセントラルミッドフィールダー。ダレン・フレッチャーは、シャビや、ポール・スコールズを引き合いに出して、彼の将来を嘱望した。かつて指導を受けたヤン・ホロウェイや、 ジェラールーリエにもその能力は認められたが、マーティン・オニールは170センチメートルと、小柄なバナンの身体能力に疑問を持ち、彼の下での出場機会は限られたものだった。グラスゴー近郊の町エアドリーの出身。ユースキには、セルティックのアカデミーにも所属していた。2004年にアストンビラの下部組織に入団し、2008年12月、 UEFA カップのハンブルク戦で公式戦デビューを果たした。2009年3月にダービーカウンティへ貸し出され、同年9月には再びローンでチャンピオンシップのブラックプールへ移籍した。ブラックプールでは途中出場が、主ながら20試合に出場。チームはプレーオフを勝ち抜き、プレミアリーグに昇格した。ビラ復帰後、マーティン・オニールはクラブから去り、バナンは、 ジェラールーリエの指揮下で出場機会を増やした。2011年3月にはシーズン終了までの契約でリーズユナイテッドへ貸し出されるが4月28日に予定を早めて呼び戻された。2013年9月3日、プレミアリーグに昇格したクリスタルパレスへの加入が発表された。2015年8月31日、 シェフィールドウェンズで FC に一年契約で移籍した。この項目はウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。